これ可愛くないですか？これすっごい可愛いよ。超可愛い。可愛いあるよ。可愛いと思いませんか？これパイナップルだよ。パイナップルだよ。これパイナップルだよね。可愛いよこれ。パイナップルだって。これ俺以外誰が使いこなせんね。もう我慢できないよ。では始めようか。行くぜ。まずね、パイナップルをしますね。今回パイナップルは2つ作っていきます、ね、使っていきます。でこうパイナップルみたいに硬い茎のものはやっぱり先に持たないと、花束の場合はどうしても真ん中とこう両サイドに持ってくるとこうやって締めた時にどうしても締まっちゃいますからね。これは真ん中、硬い茎のものは真ん中に持っていきます。ただ同じこういうふうに同じ高さで並べるよりは少しこう段差をつけていきましょう。で手前にそうですね。モンステラの葉っぱがあります。でモンステラの葉っぱってここに切れ込みがありますから、切れ込みにうまくこう入れ込んでいくとこうかっこよく決めることができます。手前にそう入れます。でなでしこを入れますね。でなでしこはこのようにちょっとマスに使って入れていきます。こういう状態ですね。後ろ側にもなでしこを入れていきます。はい、そしたらここでアンスリウムを入れます。アンスリウム、このモンステラのこの切れ目ありますよね。ここのところをうまく利用していくと楽しい感じで入れていくことができます。こういう感じですね。そしたらこのクロトンの葉っぱを入れます。この葉っぱが入るとね、フォルムが一気に変わりますから、ちょっとこう楽しい動きが出てきますね。僕はこういうのが大好きです。でなんかこの葉っぱと葉っぱの組み合わせもうまく利用するといいんですよね。だから少しこう葉の間からシラリズムで出していくとかっていうのも面白いかもしれないですね。ちょっと割れ木を少し入れてみます。そして最後にこのアンスリウムをもう一本入れますね。はい、ではこれで結束をしていきます。はい、こちらの花束はいかがだったでしょうか。このね、パイナップル、すごく可愛いでしょ。なかなかね、こう花束にパイナップルが入ってるってないじゃないですか。でも割と流通してますので、ですごい日持ちするんですよ。だから、ね、これ最後これね、土に刺しておくと根がつくとかって言って、うちのお店でもね、うちの従業員の子もやってるんですけど、なんか今んとこついてますよね。だもしかしたらつくのかもしれない。まあ、ちょっと定かじゃないんですけど、それは。あ、でもそういうこともちょっと楽しみの一つとしてやってみてください。本当によく持ちますから。それでやっぱりこうちょっと変わった素材が入ってると人目を引きますから、皆さんね、こうせっかく飾るんですからね、こう意識がね花に行くといいですよね、すごくね。では今日はこちらのパイナップルの花束ぜひ作ってみてください。割と簡単にできますのでぜひトライしてみてください。ではまたお会いしましょう。こちらのパイナップルのね花束、かわいいとかね、
やってみたいと思ったら、ぜひちょっと高評価を押してください。よろしくお願いします。あとチャンネル登録も常に募集しております。チャンネル登録はこの下のチャンネル登録お願いしますというところをクリックしていただくと、チャンネル登録をすることができますので、よろしくお願いします。スマートフォン、タブレットの方はそこのボタンが多分見えてないと思うので、このリンク、下のリンクにですね、チャンネル登録お願いしますというところがありますから、そこからチャンネル登録をお願いします。ではまた次回お会いしましょう。 See you next time.